おねえニュース速報のジョーカー様よー。またまた炎上してしまっている大手回転寿司チェーンのスシロー。前回取り上げた際はウニ祭りなどのキャンペーンで大々的に CM を打ったにもかかわらず、 98% の店舗で最初からその商品を売り切れ扱いにして集客をし、消費者庁からおとり広告と判断され批判殺到という内容だったのだけど、今回のスシローちゃんは一体何で炎上しているのかというと、なんと今度はビール半額キャンペーンを知って集客したのに、開店直後からビールを売り切れにしてまたまた大炎上。これじゃ詐欺じゃないかと信頼度だだ下がり行為、全く学習していないという企業体制に疑問の声続出ということなのよ。もうちょい詳しく見ていくと、スシローは2022年7月13日から28日の期間、税込み528円の生ビールが何杯飲んでも半額になるキャンペーンを実施している。今日がまだ7月20日だから、ちょうど折り返し期間って感じで、まだまだキャンペーン真っ只中よ。しかし品切れのために購入できなかった客が一定数いるようだ。取材に応じた30代の女性は、半額のビールを目当てに15日19時過ぎに山梨県甲府市の店舗を利用したものの、注文画面に品切れ中と表示されて頼めなかったという。入店前にその旨は伝えられず、説明をしてほしかったと肩を落とす。これはひどいわね。私も飲食やったことあるから言わせてもらうけど、特にキャンペーン期間というのはその商品は必ず出るわけだから、発注も強めにかかっているわけ。しかし今回は前回炎上したウニとかとは違って、ビールでしょ、恋にでもなけりゃこの時間帯に売り切れになるロジックがわからない。よっぽど無能が仕切ってるんじゃないの。それにキャンペーン商品が売り切れの際は必ず入店時にそのことをお客さんに伝えるのは当たり前、トラブルの元でしかないし、今回のケースを見るとお客さんに伝えてすらいないじゃない。どういうオペレーションで店長は営業してるのかしら。もう一つ行くわよ。19日に岩手県盛岡市の店を利用した40代男性は、開店間もない11時10分頃にもかかわらず品切れだった。外扉には大変好評をいただいており、本日分完売となっております、楽しみにご来店いただいたお客様には深くお詫び申し上げますと張り紙が掲出されていった。いや、開店直後にビール売り切れる店って何。100歩譲ってキャンペーン商品じゃないならまだしも、これで客釣ってるんでしょ。スシローは客を座らせたら勝ちとでも思ってるのかしら。ほんとゴミくずね。前にも言ったけど、名もない店ならここまで騒動にはなってないかもしれないけど、スシローは回転寿司としてはナンバーワンなのよ。自覚が足りないわ。YouTuber で言えばヒカキンがくだらない炎上を連発してるようなもんでしょ。しかもこのビールに関してはキャンペーン始まる前に日付の書いていないポスターをご掲載して、ほんの数日前に炎上したばかりだし、あれは実はフリだったわけね。恐ろしいわ。スシローずっと燃えてるじゃない。大島テルに垂れ込もうかしら。大企業がこう毎月トラブルが続くことってある。わざとでしょ。広告費使わずしてビール半額やってること広めたわけだし、何よ、ウニもないビールもない、お金がないじゃあるまいし。これは織田裕二主演で自主制作の連ドラでも作ろうとしてるのかしら。許されないわよ。目先の金をつかみに行く自転車操業なんて果ては地獄よ。もうここまで来たら一度とことん落ちていくのもドラマティックだわ。スシローはなんだかんだ言っても寿司のネタ自体はうまいわけ、必ず這い上がれると思う。とはいえ第3弾のスシロー炎上を見てみたいわね。ウニがないビールがないに引き続き、次は何の炎上祭り見せてくれるのかしら。新装開店のチラシが入ってたから店に行ってみたら、今度は店舗自体がないなんてね。